皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは成約率を上げるコツは、こちらが言いたいことを言うのではなく、お客様が聞きたいことを答えていくことということについてお話をしたいと思います。最近ですね、私が自分自身で、こちらの本ですね、成約率の本を出したということもありまして、私の、クライアントさんのメンバーにですね、成約率を強化する方法を、特に重点的にお伝えしているんですね。例えばもともとできている人はもちろんできているんですけれども、特に体験会からの、成約を目指す方とか、お問い合わせから成約を目指す方っていうのは、そこのお客様との接触の時に、うまくいかない場合はですけどね、何かこう見落としているものとか、伝え方の順番とか、そういうもので、あともう少しとか、あ、これ惜しかったなとか、あ、こういうのはない方がいいかもしれないとかって思うことを添削をしていて、何点か気づいたことがあったんですね。今日それはそれをちょっと今日は中心にお話をしていきたいというふうに思ってます。まず制約率っていうのは、違うそのブログの時にですね、お話をしたことがあるんですが、そもそも集めていく時にですね、制約しやすい方たちを集めているかどうかというのが、まず大きなポイントになるっていうのは以前にお伝えしています。で、制約しやすい層っていうのは、じゃあどういう層なのかっていうと、あなた自身のファン、私であれば私のファンですが、新しい、例えばリニューアルした講座とか、私のその肝になるメインの、おサービスを受けるという、形にしててるかどうかっていうのは結構大きなポイントで、この人たちというのは、じゃあ突然目の前に湧いて出るのかっていうと、そんなことはなくてですね、信頼関係の積み重ねの上に自分の目の前に現れるお客様、この方は成約率が当たり前ですけど高いです。なぜならば、成約率の高さは信頼の量と比例するからです。信頼の量と比例するということは、すでにそのイベントないしは体験会とか、問い合わせとかという、その姿になる前までにもう信頼が積み上がってるという状態になればですね、当然ちょっと細かいことを説明するだけで決まったりするケースとかが多いので、そもそも信頼関係が築けてるかっていうのが、まず成約率っていうのにフォーカスして考えた場合には一番大きなポイントになります。で、信頼関係はじゃあどうやって築くんですかっていうと、一番濃い方、私の中で濃い方と思っているのは、メールマガをきちんと読んでくださっている方ですね。私の思考とか考え方とか、どういう時にどういうふうなものを思うのか、考えるのか、このあたりが結構重要なポイントになってくるので、それを普段から共有しているかどうかっていうのが一つポイントになってきます。ですので、メルマガの読者さんっていうのは、私に限らずですね、基本的には成約率が高い、属性のお客様ということになっていきます。ですので、パーソナル感がより強いところで、かつ普段から感謝されるような情報を上げているのかっていうのが、成約率ということを考えた時には一番大きなポイントになってきます。で、その、じゃあ方が目の前に来ましたっていうことで、もちろん、そうでない方を集めるようなケースもあると思います。何か口コミで知ったとか、あとはたまたまブログを見たら載ってたから来てみたとか、あとはインスタグラムとかですね、そんな案内が載ってたから申し込みなしや問い合わせをしてみたという、比較的薄い属性の方がいらした場合に、それを決めていく方向にどう持っていくかっていうのを考えた場合にはですね、もともとのやはり信頼関係が薄いんですよね。特に最近でお話聞いてて多いのが、インスタグラムからそのままダイレクトメッセージとか、ダイレクトで問い合わせがあった場合には、比較的薄めの層の方っ
っていうふうに私は位置づけしているので、申し込みといってもキャンセルもしやすいライトの申し込みですね。実際に申し込みに重い軽いっていうのは本来ないんですけれども、割と、傾向です。これは私が、分析している傾向で、皆さんの話を聞いていると、インスタグラムからの方っていうのはキャンセルしやすい、そうだな、ライトな層の方が多いっていうことですね。多分インスタグラムが手軽に上げられるせいもあると思うんですけど、そんな調子でこうポチッと簡単に申し込んでみるからなのかもしれないですね。私はインスタグラムもやってはいるんですけれども、私自身のインスタグラムの使い方っていうのが、申し込んでっていうために使っているのではなくて、コンサルタントですけれども写真を教えてますっていうことで、まあ、割ときれいめの写真素敵よねっていうのが分かるような写真を中心に上げているっていうのが私のインスタグラムの使い方なので、それによってすぐに私の体験会来てください、イベント来てくださいっていうふうな動線をもともと取っていないんですね。もちろんそのような形で強化して私よしインスタやろうって思ったら、そういう作り込みをするかもしれないんですけれども、今のところ私が重視しているのが、私の思想と思考とか考え方がダイレクトに伝わるタイプの、媒体、一番重要視しているのはメールマガジン、メルマガですね。で、次が動画とブログ、ほぼこれは同じような重さになるんですけど、しっかり私の思いとか内容を伝えることができる媒体は重要視しているし大事にしています。で、ちょっと話はそれましたけど、インスタグラムから来るようなケースというのは比較的薄い層になるので、こういった方は当日お会いした時にどれだけ信頼関係をつかめるか、ないしは帰った後ですね、でその時に、どんなお声掛けをしてその後、制約とかに振り向いて入ってもらうかとか、そのあたりのテクニックが必要になってきます。でテクニックって言っても、なんだろう、騙して売るとかそういうテクニックではなく、基本的にはお客様の感情の流れを予測して、先回りして欲しい答え、ないしは欲しいサービスを提供するっていう、そういう形が、コツっていうことになっていくんですけれども、添削していてですね、制約するための文章とか、あとは、音声とかも撮ってもらったり、動画とかも撮ってもらったりしてるんですけれども、それを見ていて営業的な目線ですね、営業的なというのはそれを見た、向こう側の方、お客様はどう感じるのかなという、自分がお客様になり変わるんですけれども、そういう目線で見た時にですね、制約率が悪い、ないしは決まりにくい方の文章、ないしは音声動画っていうのは、こちら側、要は、私の場合だとクライアントは先生になるんですけども、先生側のご都合、ないしは主義主張を先に言っている方が多いなという印象があります。先に言ってるっていうのは、要は自分が伝えたいこと、例えばそうですね、新しい講座とかが出来上がったとしたら、その新しい講座の方の、宣伝とか、そちらを先に言ってしまうということですね。これが例えばしばらくご無沙汰している方だったとしたら、その方の近況とか状態とかを、思いやるっていうか、お声掛けをした状態でまず雑談の時間が長くてもいいかなぐらいの感じですね。もし期間が空いてしまっている方だったとしたら。で、その後に、ところでっていう感じで、ちょっと話題が切り替わるような状態になった時に切り出すのがいいというふうに思っているので、まずは先にこうラポールというか、感情の架け橋というか、その方と離れてた距離をまず埋めることの作業の方が先なので、これをいきなりですね、メールは投げました、進行数できましたみたいなところから入ってしまうと、
もちろんそれを待ち望んでた人はそれで一定数反応すると思うんですけど、個別メッセージの場合はですね、その人と先生の関係っていうのがお二人でしか知り得ない関係性があるところがありますよね。だからそれを先に、思い出していただくっていう、そういうちょっとよくあるじゃないですか、前座とかね、座を温めるとかで、大物の大御所の方が来る芸人さんとかだと、その方が来る前の前座漫才とかっていうのあるじゃないですか。座を温めるっていう、あれが、個人の方であっても手順として必要かなっていうふうに思うので、これがまず逆な方が多いなっていうのがまず1点ですね。で、それに関連するんですけれども、自分が言いたいことよりもお客様が知りたいことを先に言うっていうのが、例えば何か問い合わせがあったとして、そうですね、料金のことを例えば懸念してるとします。行きたいんですけど料金がっていう話があった時には、やはりその内容そのものをいかがですか、どうですかを聞く前に、まずはその料金の不安を解消するっていうことをしてあげないといけないですね。料金の不安を解消するというのは、例えば一括払いしかできないような口座だったら仕方ないですけど、金額が高めの30万とか50万とかということであれば、分割払いとかいう支払いをご用意している場合には、その分割払いはできますよっていうことと、何回までできるのか、どういう方法でできるのか、振込クレジットカード払いとかね、 LINEPay とか、PayPay とか、ああいうものを使えるんだったら、そういうのも含めてご案内するとか、そういった支払い方法のバリエーションの提案とか、あとは支払い時期とかですね、通常はこの状態だけどここから支払いが始まりますよということで、先延ばしにできるのかできないかとかとか、要は支払いっていう項目に関して、その相手の方が不安に思ってること、本当はこうしたいなって思ってることがあって、本人に先にそれを聞くことができない場合には、こちらから提案何通りかして一番近い答えをもらっておくっていう、そういう歩み寄りができるかどうかっていう、この提案力が結構大事になってきますね。ただ簡単なのはですね、支払いがっていうことを言ってる場合には、もう本人はどういう状態だったら大丈夫なのかっていうのを聞いてしまった方が早いですね。聞いてしまって、どんな支払い方法をお望みですかっていうことで聞くと、分割払いのこれぐらいでとかっていうのをご本人が言ってくれば、それがあなたが受け入れることができれば、いいですよって言えば話終わるので、言わせるというか、こちらが聞けば、多分言う可能性高いですよね、それがネックになってる場合には。だから会ってる時に話まとめてしまう方が本当は楽です。お帰りになった後だと、メールとか電話とかでも聞くにしてもですね、ワンクッション置いた状態で聞いていかなくてはいけないので、当日その場で、懸念事項とか全部潰していくっていう方が、本当はとても簡単です。なんで、大体支払いがとかいう話とかですね、あと日程がというコースレッスンの場合は日程がとかいう話とかがありますね。それが振り替えが効くのかとか、どういう振り替え方法があるのかとか、そもそも例えば私もそうでしたけど、第2火曜日とかっていう、火曜日が来れない方とかね、行きたいんですけど日程が合いませんっていうと、どういう日程だったらご参加いただけるんですかって私聞きます。そうすると、水曜日とか木曜日のコースで第1はダメなんで、第3とかだったら大丈夫ですっていう方いらっしゃったら、こちらが第3を作ることができるかどうか、他の人の兼ね合いとかもあるんでしょうけれども、それを立てることができれば、いいですよと言えば、それでもう制約になります。で、その要望を聞くことができるかどうかっていうことなので、こちらがこうですああですって一方的に言うよりはですね、問い合わせしたい、ないしは懸念事項になっていることを伝えてもらう、ないしは伝えることができやすい、言いやすい質問をこちらから投げかけてやると、
あと簡単です。それは聞ければ、あとは潰せばいいだけなんで。潰せばいいだけっていうのは自分が受け入れられるかどうなのか。一人で開口は嫌だって思って断るのも手です。一人の人はその曜日確定してます。で、自分で集客して同じ曜日をあと何人か集客するっていうことで、この方を待っててもらうっていうのも一つの手です。ただ、待っててもらうっていうことは、こちらが整った時にこの方にキャンセルされる可能性があります。不確定な用事を待てる人がどれぐらいいるのかっていう、その世界になるので、ここは時間とのバランスが必要になってきます。あとは、その一人だから断るもあるし、待ってっていう手もあるし、一人でも開口するっていうふうに決めるかっていうことですね。私がそうですね、起業当初というかやってたのは、まだ当然認知度もそこまで高くなかった時とかは、まず希望する先の日程があった時には、まず一人でも立てますね、その日程で。で、立てた後にそこを中心に集客をしていくっていう努力を自分がさらにパワーアップしてやるとかっていう、そういうやり方をよくやってました。だから、そのピンポイントの日程を埋めていくっていうのは結構しんどいんですよ、コースって。なぜならば、6回のコース全部その日程が大丈夫っていう人をもともと集めないといけないので、振り替えがあるにしてもですけどね。そうすると、よっぽど来たい人をやっぱ集めないとですね、6回分まで日付を空けてもらって、かつ私の場合には全額前入金でしたので、その6ヶ月先のレッスン分まで当然先にいただくっていうことになるので、本気で通いたいと思って席を抑えたいと思ってくださる方でないと、まずお金が入らないので、もともと単発がいいなって、いつでも好きな自分の都合で行ける時がいいなと思ってる方は、私の講座はすごく受けにくかったはずです。ただ、受けにくいと同時に、あとはその分魅力があると感じていただける方に関しては、飛行機とか新幹線とか使って、来ていただくっていうこともしていただいていたので。その内容とのバランスっていうことになります。ですので、制約っていうそのシーンにおいては、何をしなくてはいけないかっていうと、お客様が何か懸念事項を持ってるか持ってないかを詰めていかないといけないんですよね。だから、その時に必要なのは、こちらがどんなにその講座がいいとかなんとかっていうことで詰めていくよりも、障害になってる障害が何なのか。お金もだから分割の話じゃない、バックにいる例えば旦那さんとか、子供の養育費ないしは習い事との兼ね合いで、家の中の家計の中でのせめぎ合いをしてるかもしれないので、その背景を探るということですね。要は、一緒になってそれを解決していく手段を探しましょうっていうスタンスを見せるかどうかっていうことなので、その最後の詰めの段においては、何が障害なのかっていうのを見極める、っていうのがとてもとても大事なことになっていて、見極める答えを相手から引き出すことができたら、あとは受け入れるか状況を潰していくか再提案するかだけで済んでいくので、ほぼほぼ100%に近くなっていくっていう状態ですね。この作業がメール上でやるのか、対面でやるのかは別としても、できてない方が制約しにくいような状態を作ってるなっていうのを感じています。なので、こちらが、やりたいこと、言いたいことを伝えるとずれちゃうんですよね、相手が知りたくて。そこが知りたくて懸念してるから申し込みができないのに、こっちは相変わらず、何々さんにはこの講座のここがいいですよっていうことをアピールされても、いや、ここ不安要素なんだよねって、これがずれてしまうと、結果決まっていかないっていうことになりますので、このギャップを理解してきちんと埋めていくことができるかどうかっていうのが、一つ大きなポイントになってきます。ですので、まとめると、成約率を上げるコツっていうのは、こちら側が言いたいことを言うのではなくて、お客様が聞きたいこと、知りたいことを答えていくっていうふうに、順番を変えるだけで、
もかなり成約率が上がっていきますので、その点ですね、うまくいってないなというふうに感じる方は、話している順番と内容っていうのを、伝えている順番とか内容を一回ちょっと点検してみるといいかなというふうに思いますので、ご参考になさってください。それでは。